どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は実は初登場のアーティスト、ウーアの情熱。このかっちょいい曲をこの小さいウクレレでガズレレ流シンプル簡単バージョンでやってみます。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半はあの独特なファッキーなノリ、あのグルーブ再現しました。かっこいいバージョン。2バージョンやります。最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで大好きな音楽、聞くだけじゃなくてやりませんか？ウクレレはですね、何がすごいかというと、簡単なんです。簡単。簡単なんですけど、やり始めたらわかるのが、ものすごく奥も深いんですよ。ずっと続けられるパートナーになってくれると思います。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレ触ってるだけで、どんどん音楽がウクレレでできるようになります。音楽苦手だと思ってた皆さん、ぜひこのチャンスですから始めてください。YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでもね、ちょっとの空き時間で見られるし、無料ですから、ぜひ皆さん始めてください。もうちょっとしたらこういうリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ね、ガズレレ YouTube 動画です。見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ？私もうできてんじゃって、もうあっという間になりますからね。ではリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック！いってらっしゃい。そこには、私が今までとりためたありとあらゆる音楽の曲がウクレレで簡単にできるようにしたレッスン動画、800曲以上、なんともうすでにアップロードされております。最新 J-POP、定番の J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽たっぷり、ハワイアももちろんあります。映画音楽、アニメ音楽、あらゆる音楽ウクレレで簡単でやってます。さっきのリンク先のところで、検索できたりジャンルボックスから探せるようになってますんで、お気に入りの曲をどんどん音楽やりましょう。はい、それでは早速、ウーアの情熱、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、スリー。きっと涙は、音もなく、流れるけれど、赤裸々に頬濡らし、心まで溶かし始める。壊れるくらい抱きしめて欲しかったけど、思い出に笑われて足跡も傷は深くする。後ずさりする雲を撫でて、ほらね、眠りの森が見えた。きっと涙は音もなく流れるけれど、赤裸々に頬濡らし、心まで溶かし始まる。壊れるくらい抱きしめて欲しかったけど、思い出に笑われて足跡も傷跡隠す。遠い昔の夢は甘いくらいに赤く、かわいそうな太陽と光るつぼみ隠して、欲張りなだけ、臆病なだけ、鍵をかけた。いつもあなたの森は遠い、もう戻れない情熱を両手に抱いて、帰らない思い集めて、さよならの口づけしましょう。そうね、誰より抱きしめてあげたいけれど、切なさにさらわれて、冗談がやけに虚しい。ダンダダ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 ダ
大好きです。今のはね、シンプル簡単バージョンは相当ショートカットバージョンでお送りしまして、途中のブリッジパートをちょっと省略してるんですけど、ブリッジパートっていうのはね、愛しても愛しきれないっていうところがあるんですけど、後半のかっこいいバージョンではやります。ちょっとコード難しくなります。なんで今のやつは、簡単なところだけをショートカットにした、さらにガズレレオリジナル、シンプル簡単バージョンということになっております。で、ブリッジパートを除いてはコード進行は基本的にはループで、ずっと同じコードを回してるんですよ。なんで、このコード進行、一連のコード進行をずっと繰り返して覚えておくとやりやすいと思います。で、フルでやりたい方は自分でノートに書いてください。で、動画のテロップと一緒になんとかできるようになった方は、それでも自分でノートに書いて自分だけで演奏してみてください。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思うんですけど、やっぱね、言葉がいっぱい載ってるんですよね。すごい R&B でゆったりしてるようなイメージですけど、やっぱり言葉が多い。ファンキーなんですよね。リズム&ブルースのやっぱり要素がすごく強いと思います。で、ここちょっとこれ矢印なんですけど、これ後でやるかっこいいバージョンで出てくるメッセージなんで、今はこっからここで1、F、F、G7、G7、1、2、3、4、ここで4、ここで1ブロックですから、こうやって進んでいきます。はい、ちょっと参考がてらメモっていってください。一時停止でどうぞ。まずこれ、サビから A メロまで。つまりこの2行がね、基本的にはこの行とこの行、ずっと繰り返されてるループですからね。ループっていうのは同じのをぐるぐる回す。これは R&B の結構基本的な、ロジックっていうかですね。はい。この中でどれだけこう世界観出せるかみたいなのかっこよさがあります、ね。なので結局コードはこれを書いといて、歌詞だけを書いていくっていうスタイルになると思います。一時停止でメモっていってください。ちょっとよくごちゃごちゃしてて分かりづらいって方は動画を一時停止して書いていくのがいいと思います。はい。で、これでいくとサビやって、間奏やって、A メロの1番やったら、ここにサビって書いてあるから、一回ここに戻ります。ここを やり終わったら、今度は2番の A メロに戻って、2番のサビがここにありますね。それをやって、今、最後、ラララララで終わったというのがガズレレ、シンプル簡単バージョンですけど、かっこいいバージョンではここのブリッジパートのところをやるんですけど、まあ、ひとまずはここ、2番の A メロと2番のサビをメモってください。一時停止で。はい。で、今はやらなかったんですけど、後半やるかっこいいバージョンでやるブリッジパート。愛しても、ここでちょっと難しいコードが出てるので、メモだけしといて、後でコードを解説しますから。はい。で、かっこいいバージョンではこのブリッジまでやったら、今度はサビやって、ラララに、サビ1をやってっていう風に、そういうアレンジにしようと思います。さ、じゃあコードの解説どんどんいきます。まず、F、Am、Dm、D7、G7、Em7。この1、2、3、4、5、6個のコードで今のシンプル簡単バージョンはやりました。これは入門コードですよ。この今出てきたこのコードはですね、このコードはガズレレヒスコードという超入門コードのグループの仲間です。このガズレレヒスコードっていうのはウクレレにとってものすごく便利で仲良しで役に立つ超パワフルなコードの集団です。なので、ウクレレで音楽を始めようと皆さん、ウクレレで音楽を始めようと思った皆さん、まずこのガズレレ必須コードという10個のコードを一番最初に覚えてください。10個もあるのかと思うかもしれませんが、1個ずつ見ると超簡単です。1本指のコードとかいっぱいありますからね。ただし10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいります。以前そのコツを私が分かりやすく説明している動画、ここにリンク貼っておきます。ここでガズレレ必須コード10個はスッとマスターしてください。楽に覚えられます。はい。ということで今日はコードの解説はシンプル簡単バージョンはこれで、この動画でやってくださいということにしておきます。じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンは結構深いですよ。さっきも言ったんですけど、ブリッジパート、愛しても愛しきれない夜にっていうパートのところでコードが難しいコードが結構出てきます。どんどん行きましょう。まずですね、最初にここのコードから行こうかな。A シャープメジャー7って言います。ちょっと読みづらいけど、A シャープメジャー、テロップどっかこの辺に書いておくけど、これを、これからいきます。ここのまず最初。I、C ってもこれですね。A シャープメジャー7。大文字の M はメジャーってことにしてます。押さえる場所いきます。ここと、ここと、ここ。ここ、ここ、ここ。だから、こういう感じ。一弦は押さえません。こんな響きです。これはパッと行くのちょっとね、癖があるかな。はい。これまず A シャープメジャー7やって、その次出てくるのが、今ね、A シャープ、メジャー7です。次、D シャープです。D シャープっていうのはこれね、これ、解説します。ここと、ここと、ここ。ここと、ここと、ここだから、こんな感じですかね。はい、今の連続でやると、愛しても、愛しきれない。こんな感じになります。A シャープ、メジャー7から D シャープに行く。ここちょっとね、普段慣れないコード出てくるんで、この2つのコード。あともう一個、これ、C マイナーですね。
シーマイナー。ちょうどここのブリッジパートのこれ2回目の開始のところですけど、これです。Cマイナー。はい。押さえる場所は、こことこことここなんで、薬指でこうピッと押さえちゃって、4弦は弾かないですよ。これでもいいし、こうやって押さえてもいいですよ、もちろん。はい。一本ずつ。とにかくこの3つ押さえる。これ Cマイナーです。これでできます。で、あと、このバース、どんどん行くと最後のところの盛り上がるところで、A サス4から A っていうコードが出てきます。これはね、簡単ですから。まず、この A と A サス4ね。まずじゃあ、A から行こうか。はい。これちょっと見といて。A と A サス4。1個しか違う。A っていうのはですね、こことここです。こことここ。こことここ、こうやって押さえる。これ簡単でしょ？で、A サス4っていうのは、このこことここなんですよ。要は、ここが A サス4。この二つが。ここが A です。だから、A サス4から A に、こんな風になります。これブリッジパートの一番最後のところで A サス4から A って出てくるんで、ここをやってみましょう。はい。で、この情熱ウーアの曲の一番の、テーゼになるっていうかですね、やっぱりこのリズムなんですよ。グルーブです。リズム&グルーブ。しかもここでソウルフルな歌が乗っかってくる、まあ、R&B スタイルということで。リズムはこれです。ドン !16 ビートのチャでございますけれども、ちょっとね、サビのところ弾いてみます。この矢印マーク出てきます。この矢印マークはシンコペーションというマークで、例えばこの最初、F と G7 の間に、G7 の前に矢印が入ってるじゃないですか。これ、前にリズムがスコーンと食い込むよっていう矢印です。そこでリズムがバンと食い込む。ちょっとやってみましょう。ジャン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 。わかった。リズムが前にスコーンと食い込んできたでしょ。この矢印マークのとこでは、ジャンジャジャンジャジャン。このように、スパーンと一個前に来ると覚えてください。で、これだけではないんです。はい。16ビートのシャなんですけど、リズムが跳ねてるシャッフルです。チャッカ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 っていうイメージですね。普通のリズムって、ジャン、ツー、スリー、フォーでしょ。シャッフルは、チャッカ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 チャッ、こんな風に乗ります。そうすると、ジャンジャンジャンガジャン、ジャスジャス、ジャンガジャン、跳ねてるでしょ、リズムが。さらに、これだけではとどまりません。カッティングまで言います。カッティングって左手でこう音を止めるんですけど、ちょっとやってみます。ダウン、ダッツ、パッツ、パッツ、ダウン、わかる。ダウン、パッツ、ツッ、これ止まったり、これ左手で一瞬パッとこう止めてるんですよ。これをちょっと入れるとまたさらに盛り上がるんですけど、これはですね、言っときます。もうこれは最高レベル難度の難しさだと思います。まとめますよ。シンコペーションの16ビートのチャで、シャッフルビートのカッティング。山盛りかいっつってね。はい。まあ、こんなビートですね。まあ、これはもう、なかなかこう、修行が必要だと思うんですけど、今回のかっこいいバージョンはやります。はい。16ビートのチャとカッティング。ひとまずこれが、基礎になると思います。ここに、リンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャとカッティングを探してみてください。まず16ビートのチャなんですけど、これはですね、まず基本的には8ビートというリズムができるようになって、8ビートのチャ、16ビートのリズムの上にある、もうピラミッドで言うと一番上のところですからね。なんで結構なかなか難しいですけど、動画を見てちょっとやってみてください。まずは8ビートから。はい。で、カッティングっていうのはそんなにめちゃくちゃ出てくるわけじゃないんですけど、例えば、今の。こういう、ちょっと止めるとかっこいいですよ。なんでこれ、かなりニュアンスがちょっとの部分が強いんで、そんなに意識しなくても、16ビートのチャで、シンコペーションでいいかもしれない。シンコペーションの16ビートのチャ。これをまずやってみて、それができるようになってから、カッティングを入れてみる。まずはそんな順番でやってみるのがいいと思いますけど、さっきも言ったんですけど、このリズムは、本当難しいですからね。で、やっぱり大きな、ゆったりしたイメージを持ちたいわけですから、ガチャ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 、なんか一生懸命なリズムではないわけで、ちょっとこうやっぱダンディーで、ソウルフルで、やっぱこう、ね、スタイリッシュな感じにできるようになるには、ちょっと修行が必要だと思いますけど、イメージ結構大事ですけどね、どういうリズムを自分が出したいか。ゆるいやつですから。はい。そんなことで、リズムはかなり難しいということをお伝えさせてもらいます。それ以外はコードもシンプルだし、淡々としますと、決めも何もなく、ほんとずっと続いていく、ループで回っていくってやつなんで、その世界観。逆に難しいかもしれないんですけど、はい。歌はですね、情熱ですから。情熱たっぷり。
やってみましょう。それではいきます。ウーアの情熱ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー、ワン、ツー。きっと涙は音もなく流れるけれど、赤裸々に頬濡らし心まで溶かし始める。終わるくらい抱きしめて欲しかったけど、思い出に笑われて足跡も傷跡隠す。情熱ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。もうほんとソウルフルで R&B でファンキーでクールでかっこいいです。でさっきも言ったんですけど、この感じのリズムはやっぱりもうほんとリズムの中でもめちゃくちゃ難しい方に入りますんで、なんかねこの感覚を掴んでこうなんかこうもう体で感じながらリズムを出していくっていう感じがいいと思います。気持ちよくねリズムにこう委ねて、最初はもうシンプルでいいと思います。16ビートのこのシンコペーションだけで、はい、だんだんこう階層を登っていくようなイメージで自分のものにリズムとこの歌をものにしていく、これ気持ちがいいんで、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。よろしくお願いします。はい、ガズさんですけど、この小さいウクレレ、このウクレレ、そう今ホームページができまして、先行予約販売しております。これめちゃくちゃいいウクレレ、あこの先行販売のリンクここに貼っておきます。ホームページ見てくださいね。はい、で、このウクレレでね全国イベント回っております。あと本を出してたりいろんなことやってんですよガズレレって。あとブログ書いたり YouTube やってる、はい、そんなことの最新情報ちょっとこの後ご案内動画しつけときますんで、ご覧ください。今日は見てくださってありがとうございます。チャンネル登録もお願いしますね。はい、それではご案内動画どうぞ。まずはですね、何はともあれガズレレ .com ホームページご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。でガズレレイベントなんですけど、このようなイベントずらーっとあるんですけど、実は本当にありがとうございます。ソールドアウトがこの予定の中に結構あるんでございますけど、宮崎行きますから、宮崎九州です。どうですか、日本全国の方宮崎に来てみませんか。楽しそうですよ。はい、ガズレレイベントは基本的には、まあ、来年もこれからイベントもどんどん増えるんですけど、今のところのご案内はこれだけになってるんで、はい、ガズレレイベントあったらぜひ来てください。本当に人生がコロッと変わるぐらい楽しいイベントになってます。初心者様からベテランまで待ってますよということでございます。で先ほども言ったんですけど、このウクレレの、予約販売ページがオープンされており、これも大好評で、もう本当にありがとうございます。でクラウドファンディングでご支援していただく方と今も本当に進めておりますんで、
もうちょっとお待ちくださいね。すいません。そういうわけで、このウクレレ、ビジョンもいろいろ描いておりますんで、よろしくお願いいたします。あと、本出してますよ。はい。リッドミュージックから出てる100曲入りの、この本がめちゃくちゃいいんです。もう弾きたい曲100曲。もうギンギンに詰めてますから。はい。あとは、この、これ。ガズさんがいいこと言ってる主婦の友社から出てるガズレレさんってどんな人なのっていうのが分かる本でございます。これ主婦の友社から出てるんですからね、すごいですよね。主婦の友なんか変な感じしますけど、この本とかも出てますので、よろしくお願いします。あとはブログ書いてます。ガズさんホームページの中にリンクあるんで見てください。はい。それに付随してさらに言います、ガズトークというですね、おしゃべりチャンネル、ガズさんやってるサブチャンネルです。そのガズトーク、こちらの方もぜひ検索してみてください。ガズトークで毎日ね、ほんといいこと喋ってるんですよ。変なチャンネルですけどね。はい。いろんなことやってるガズレレです。これからもどんどん楽しいこと、音楽のある豊かな人生届けていこう。はい。それでは見てくださってありがとうございます。また会いましょう。さよなら。